わしらの会話、あんたも他のもんに聞かれたないやろと思ってな、人払いしといたんや。これでも気ぃつこてるんやで。まあまあ座ったら、たまには自分の店で飲むもええもんとちゃうか。何もんや。わじゃな、鬼人会中看板掲げさせてもらってる西谷ってもんや。鬼人会、こっちの欲しいもんは分かっとるやろ、真島君。牧村誠ちゃん、あんた、あの子どこに隠しとんのや。前にうちの若いもんが誠ちゃんさらいにハリシンとこ行ったやろ。せやけどあんたが手に負えん言うてな、結局わしが出てこなあかんようになってもうた。お前があのボンクラどもの頭っちゅうわけか。あんた強いらしいな。わしゃ強い男は大好きやで。せやけどそんなあんたが女一人殺せんでえらい困っとる。もう見てられへんで、かわいそうにな。何言うとるんや。まあカリカリせんと聞いて。わしらが欲しいは誠ちゃんの命やない。あの子とちゃんとお話ししたいだけなんや。せやから誠ちゃん、わしらに渡してもらえんかな。なえやろ、あんたは雇い主に蒼天堀の死体が誠ちゃんや言うたらええ。相手は佐川やろ、キャバレーグランドの裏のオーナーさんや。あのアホに死体が別人やなんてバレやせん。わしは口の堅い男や。誠ちゃんさえこっちの手に入れば誰にも秘密は明かさん。墓まで持ってったるわ。お前らなんであの女狙うんや。うん、そりゃ言うわ。わしらも人に雇われて動いとる。ただまあ真島君もそれ知りたいやろんな。なんやったらわしから力ずくで聞き出してみるか。あんたもそのつもりで来たんやろ。なや真島君、どないしてん。俺は店ん中で客殴られへん。なあそれ。この店の支配人としての流儀や。なんやなんや、あんたほんまにわし好みの男やな。せやけどどないしよう。真島君の流儀も大事やけど、わしもはよあんたとやり合わな、もう収まりつかんで。せや、そしたらご内緒、ちょ待って。あ、もしもし、警察でっか。わしキャバレーグランドの支配人ですわ。何、今頭おかしなったヤクザが店でドス抜いてますね。全然客やないです、強盗ですわ。早う助けに来てください。何考えとるんやお前。これでわしは客やないちゅうこっちゃ。札も認める立派な強盗やで。支配人言うたことで強盗まで殴らんちゅう流儀はないやろ。
大事な店を守るため。はい、遠慮せんとかかってきてや、真島くん。わしゃもう仕事抜きや、楽しませてもらうで。そこまで言うんやったら突き落たる。俺も仕事抜きや。ほな行くで、真島くん。がっかりさせんなよ。こんな初めてや。しぶとい男やな。警察や、そこを動くな。なんや、もう時間切れかいな。サツの旦那方、わしがこの店を押し込んだ強盗ですわ。エロ、お騒がせしましたな。はあ、なんやそれ。待てや、西谷。お前らが女狙う理由は何や。どっからの命令や。それは次会うた時のお楽しみや。お前はもうわしの獲物やで、真島君。なんなんやお前。とにかくこっち来い。あの支配人、何があったんですか。貸し切りのお客様は。貸し切りはしまいや。あんなにお金いただいてるのに。もう。ええから、お前は札の応対しとけ。他の門には開店準備させろ。今から通常営業へ。わかりました。準備でき次第店開けます。支配人はそれまでどうされてます。せやな、店開くまで事務所におるわ。何かあったら呼べや。はい。おう、お前無事やったんやな。ああ、こっちも異常ないな。ん？ああ、別にないな。ならええ。あんたに預かりもんや。なんや。痛み止め屋とジャンバレアの闇医者がお前に渡せ言うとったで。ふん、こんなん別にいらんけどな。うん？それよりどないやった。電話の男とグランドでおたんやろ。あの、何かあったんですか？電話の男って。まあちょっとな、お前は気にせんで。それよりリーさん、なんで私に何も教えてくれないの。なんでと。お前急にどないした。全部私が狙われてるせいなんでしょ。だから二人でいろいろ動いてるんでしょ。だったら私にも何か手伝わせて。ただずっとここにこもって守られてるだけなんて。私、ホグシ会館でお前をさらいに来てヤクザらがおったやろ。え？電話の男やユータンはそいつらの頭で西谷って男や。鬼人会いう組引いとる。そいつがお前を渡せ言うてきたんや。それで？俺がさっき会うてきた。お前を狙っとる理由聞き出そう思ったんやけどな。その前に札に連れてかれてもうた。警察に？西谷も俺の雇い主の佐川いう男も
元をたどれば同じ近江連合や。どうやら近江の中でも牧村誠をさらう派と